おはようございます。こんにちは。こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。ラグナ湖の水質低下に伴う NCR およびカビテでの水供給停止。マニラ、土曜日、メトロポリタン、ウォーターワークス、セワレージ、システム、通称、MWSS は、ラグナ湖の水質の低下により、マニラ首都圏及びカビテの様々な地域で水供給の中断が起こる可能性について警告しました。MWSS の現地オペレーション管理部門のディビジョンマネージャー、エンジニアパトリック・ディゾン氏によれば、青緑層の脅威のほか、非公式の居住者からの汚染や湖の高い濁度が浄水システムを妨げる可能性があります。彼は、これによりカビテ、ムンティンルパ、パラニャ明けでのさらなる水供給中断が発生する可能性があり、一部地域では現在もメンテナンス作業が行われていると述べました。私たちの現在の問題は、水の品質が非常に悪いということです。なぜなら、湖畔のほとんどの住居からの廃棄物がそこに排出され、その結果、水の濁度や透明度が悪化しているからです、とディソン氏は述べています。彼はまた、ラグナ湖で使用されている水処理にはマクロ化と浸透を利用しており、それが藻類がこれらのシステムを詰まらせるのに容易である理由であると述べています。それによって、ユートロフィケーションという現象が起こります。簡単に言えば、水中で生息する藻類の増殖です。これが私たちの水処理施設に影響を及ぼしています、と彼は付け加えました。実際のところ、水質の問題は、マニラ首都圏の西部からの排水の排出が原因です。汚れた水がムンティンルパに溜まっていき、そこに水処理施設があるからです、と彼は述べています。このエンジニアは、シンガポールの同僚が来週マニラに到着し、詰まりの原因を調査し、技術と運営を改善するために彼らをサポートする予定だと付け加えました。彼によれば、MWSS の特許業者は、リサール州のラグナ湖周辺にさらに2つの水処理施設の建設を完了する計画も立てています。これは、ラグナ湖開発機構が青緑層、地元では、リア、として知られる、の増殖について警告した後に行われます。この藻は水のろ過システムを複雑にし、マニラ首都圏のバンチョンにおいて 80% のバンサロ魚や、ティラピアの需要を供給する水域で魚の大量死を引き起こす可能性があります。MWSS は、マニラ首都圏に配布される水の 9% をラグナ湖から供給しています。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。またチャンネル登録いただいた方へ大変ありがとうございます。大変嬉しく思っております。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。